教科書問題とは、学校で使用される、教科書の記述や内容などをめぐって、議論や対立などが発生する書問題の総称を。しばしば政治問題や社会問題として論じられる。歴史、社会問題、性教育、家庭科における家族の描き方など、社会への見方が大きく関わる分野では、政治観や社会観の対立に伴って、問題となることがある。 歴史の見方や教科書への記述をめぐって世論を大きく分ける。社会問題や周辺諸国との外交問題に発展することがある。日本でも大きな問題になることがあるが、外国においても歴史教科書記述をめぐって同様の問題が発生している。性教育について具体的な内容をどこまで教えるべきか、どんな教材を使用すべきかなどについての問題が、 論じられることがある。家庭科教科書における家族の描き方について問題になった事例も存在する。家族を否定するような描き方などという批判や家族の多様性を認めないのはおかしいという反論などの議論がなされている。算数、数学や理科などの教科では学習指導要領のは取り扱わないものとするは触れないこと。 お深入りしないなどといった規定により、教科書にも重要な内容が掲載されずに、子どもたちに必要な内容を教えることが難しくなっているという批判も、自然科学系の学会や現場の教師などからされている。2011年以降の学習指導要領では、歯止め規定が廃されている。ありがとうございます。